御言葉は詩編107編です。詩編107編19節から20節、20節まで、19節から20節、19節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らは苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その喜びの穴から彼らを助け出された。アメン。皆様平穏に過ごしなさい。あなたは世界を生かす宣教師です。荒れ果てた地を譲れましょう。今日もいつも聞いている御言葉、福音で力を得る皆様になれるように祝福します。先週추석の祭りを過ごしました。추석は現場に出るとき、神様が私たちに与えてくださった御言葉がありました。主の御言葉が望まれる一番重要な祝福です。1週間の間、いろんな出会いと事件で、どんな現場にあっても皆様を通って神様の御言葉が望められる祝福があったと思います。神様の主の民には、主が御言葉を与えて全ての祝福の門を開いていると思います。それで御言葉を握った一人一人は、全ての現場を回復する重要な答えで働きます。今日のタイトルは、主の御言葉を送って救われる。御言葉が望まれて、その御言葉を送って私たちを救ってくださると、助けて出されたと、その本当にそのことが体験される弟子たちになれるように、もう一回祝福します。私たちは私通り私たちを過ごせるものがあります。何かあります。私を過ごす、それは何でしょうか。他の外部から私を動かすでしょうか。もうそんなこともあると思います。でも本当は結局私の中にあるのが、それで私たちが動きます。だから私と皆様の中に神様の御言葉が、御言葉で私の生活が、人生が整理していると、神様が共におられる祝福がどんな現場でも味わえるんでしょう。御言葉で私たちの人生が整理されなかったら、自分が生きた通りまた生きます。御言葉の整理が私の人生を整理していないと、世の中と他の人が引く通り私たちは引かれます。でも御言葉が整理されていると、神様の聖霊の満たしを導きを受け、本当に神様から与えられる安らぎが私たちにあります。それで聖書のみんなの成功した人々は、自分の人生を生きたことじゃなく、聖霊の導きを受け、聖霊が共におられる通り人生を生きられたんです。それで奴隷に追われても関係なかったんです。ヨセフです。風呂の中でも関係構いませんでした。牢の中でも聖霊の導きを受け、その導きの通り生きられると、どんな条件環境問題を
勝てられたから、私と皆様が主の御言葉が私たちに聖霊されると、聖霊の導きを受け、すべての条件環境問題を超える祝福があるように祝福します。初代教会は私より最も難しい環境でした。けれども、その条件問題を超えて本当に福音が伝えられる、ものすごい証人になったんです。初代教会に望まれた聖霊の働きが私たちの中に同じくあります。そうでしょう。キリストで救われたその祝福が今座っている私と皆様に共にあります。だったら初代教会より1000分の1より小さい問題になぜ起こって心配し不平して崩れてしまうでしょうか。同じキリストで救われたその聖霊の働きが私たちにも同じくあるのに、なぜ私は小さい問題の前で崩れて、私だけじゃなく他の人まで、かかってしまうでしょうか。それは主の御言葉が私たちの中に聖霊されて、私の中に先に入っている間違った部分が癒され、正しいことに確認されているとできるのに、それができなくて問題と事件の前で崩れてしまうんです。それで今日の時間、御言葉があなた方の中に正しく握られ、私たちに確認されている間違った部分が癒され、本当に答えを受ける、御言葉を握るとき私たちの間違った部分が癒されます。それで今日の本文でも、この1週間この2節の聖書の部分を深く黙想しましょう。また19節のこと、この苦しみの時に彼らは主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。神様が私たちに与えた答えは何でしょうか。私たちお金がなくたらお金をください、健康をください、子供のために祈っています。お金くださいと、祈ってお金を得、健康を得ました。でもそれが本当の答えでしょうか。それは神様が祝福してくださる状況であり、本当の答えは他にあります。救われた神の子である私たちに与える本当の祝福は、神様の御言葉が望まれることです。それで今日の本文でも、苦悩から救われて、その苦悩で神様に叫ぶと、主が御言葉を送って彼らを癒し、彼らを助け出された。誠の答えは、
御言葉が望まれることです。御言葉で助け出されることです。それで本当に御言葉が私に御言葉になれる祝福は、私たちは何を握るべきでしょうか。1番目、御言葉の流れの中に私の人生があるべきです。御言葉の流れの中に私の人生がいなければならないんです。以前の私たちの信仰生活を見ると、教会に来て礼拝を捧げ、1週間の現場で御言葉と全然関係ない、御言葉別、私たち別々に信仰生活したんです。そんな生活でした。それで当たり前で主の御言葉を聞くとき、その時は恵みを受けるんですけど、門から出たら全然忘れてしまって、どんなタイトルだったかそれもわからないんです。牧師である私たちこそ御言葉を伝えと なのに、帰ったらそれが覚えてないんです。でも今はどうですか。講談で主の伝えられて主の御言葉を今祈りのリレーがなっているんですけど、その祈りを見たら本当に御言葉を握って導かれていること、御言葉、主の御言葉を それを握って生活していることを分かっています。そして以前はそうじゃなかったんです。御言葉を忘れて現場で生きています。本当に覚えているのは、なんとか例えでした話とか、ちょっと笑い話とか、またそれが心に残って、感動的な世の中の話、それを聞いて涙を出しながら、それは本当に覚えているんですけど、御言葉は残っていないんです。それが私たちの信仰生活だったんですから、それが信仰生活が御言葉と全然関係ない、そんな生活をしたんです。でした。それで神様は私たちに現場を変わるのを望んでいますけど、それが私たちにはできなかった、そんな生活でした。で、御言葉と現場があって、私たちが本当に御言葉を流れを分からなかったら、それを御言葉の流れを見ながら確認する、誠の感謝はその中から祈りの課題が出ます。聖書で一番重要な部分は何でしょうか。それは主が私たちに全ての人生の問題を解決できる契約を与えてくださったことです。その契約が創世記3章15節でしょう。女の子孫が、それは本当によく分かっている言葉でしょう。それが一番重要な契約です。一番重要な契約が、女の子孫があなたの頭を崩す。人々は罪の中で生きています。神様の姿で作られた人間がサタンに騙されて罪を犯し、神様から離れてしまったんです。その時から人間は罪と司法の法律に握られて、それで自分が願う通りに生きられる人生になれないんです。私
人間は自分が好きな通り生きたいんですけど、それができない。それで人々が私の人生私のままにできられないと言います。あなたの人生があなたのしたいままできると思うんでしょうかと言います。何かに握られて結ばれて生きている意味です。それは何でしょうか。それが永遠な地獄、サタンが私たちの人生を握っているから、それに結ばれて私たちが生きています。それを見て罪人と言います。それを堕落した人生、堕落した人間と言います。そんな私たちを生かすため契約を与えてくださったんですけど、女のお前の頭を踏み砕き、それは原始福音、私たちの問題が何かを教えてくださり、それに対した答えで創世記3章中古説、それがなかったら、それを理解できなかったら、聖書全体をどんなに読んでも理解できない。聖書は他のことを言っているんじゃなく、すべての聖書は創世記3章中古説、女の子孫がお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、それで お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという、女の子孫が、これがこの世に起こっているすべての問題に対した答えです。それで毎日毎日私たちは事実的に確認するべきなことは、メシアであるキリストによってサタンの頭が踏み砕かれたと。これが原始福音です。それが本当の答えです。それを握るべきな人間が、一世代が過ぎる前、もうそれを逃しました。それがカインです。カイン、創世記3章のその女の子孫のことを忘れてしまって、神様は祭祀を受けなかったんです。女の子孫というその契約を逃して礼拝をしたんですから、カインの礼拝は失敗して、自分の 弟であるアベルを殺してしまって、それで女のその契約を握ったアベル、契約の祭司を神様が受けました。それでアベルは今も生きていて、私たちに女の子孫の契約、それを持って礼拝する。アベルの信仰が今も生きて働いていると説明しているんです。今日皆様も女の子孫に対した契約が本当に理解でき、握られる皆様になれることを祝福します。また契約を忘れてしまいました。創世記6章ネフィリム時代になったんです。ネフィリムというのはラッパということで、来た言葉なんですけど、上から落としたもの、それは何でしょうか。サタンです。それで女の子孫の契約を忘れてしまったから、すべての人々が偶像崇拝する文化、それを作ったんです。
それでネフィリム時代になって神様は契約を続けるためノアを選んで恵みを与え箱舟を作るようにしたんです。あなたと次世代のため子供のため箱舟を作りなさいとおっしゃいました。ずるいサタンは女の子孫その契約を忘れるようにサタンはします。で神様は契約を握った一人を呼んでその契約を続けてきたんです。創世記11章にもパベル島の時代になりました。神様を敵する文化が来たでしょう。世代が過ぎる前また契約を失ってまた回復させそんなことが繰り返すんですけどメシアキリストを逃すようにするのがサタンの全略でそれをまた回復するのが神様の働きです。イスラエルの民は神様から選ばれた民なんでしたけど400年の間エジプトの奴隷になってしまったんです。それでそれは何のダメでしょうか。一生懸命生きたんですけどその間また契約を逃してしまってそれでアブラムとイサクヤコブに与えた契約を覚えてあなたを私があなたを導いて出す。それでモセにやった仕事が犠牲の生贄の祭司キリストの契約です。それでモセが杖を持ったんですけどそれが神様の杖でその杖を持って生きるところどころ神様の働きがあったんです。いつ400年の間エジプトの奴隷にあったイスラエルの民がそこから出られたんですか。神様の契約を握った時です。その通り世界の歴史が流れてきて今私にもこの講談を通ってその契約を握られるようにしているんです。それを逃したら絶対ダメです。中世時代に福音を逃して堕落して強権が強くなって全ての人々が福音を恥ずかしくなるその時ルーターが宗教の改革をしたんです。その後500年が過ぎました。宗教の改革の後それでまた私たちに福音を回復させ世界福音家の証人で出ることを願っているんですけどそれがその契約の御言葉が私の心に握られる時その時から神様の働きがあるんです。それで本当に神様の御言葉の流れを逃したら絶対いけないこと今私が握っているのが本当に正しい御言葉でしょうか。それを確認すると本当に私たちに神様が願う祈りの課題神様が願う祈りの課題それのため何をするか何を伝えるか何を
私が受けた契約はどんな契約でしょうか。それで私が作った祈りの課題じゃなく、契約の中から与えられた神様の祈りが何かであるかが見えるほど、私が何かをするか、それが出られ、その中でそれを伝えなければならない、それが見えます。それを信仰生活と言います。それを信仰生活の味わいと言います。それで証人になれるんです。信仰生活が味わえだから。使徒3章に見ると、ペテルとヨハネが神殿に登って、本当に生まれつきの足の泣いた人を見たんです。それはいつも通った道でしょう。その時ペテルもその宮の門で座っている、その足の泣いた人を見た時、本当に神様の絶対門であることを見ました。それで使徒3章4節に見たら、その男を見つめて6節に、金銀が私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレイエスキリストの名によって歩きなさいと言いました。ナザレイエスの名によって、本当にその人に必要なのが何かがペテルに見えたから。金銀はない、本当にキリストがいるのを見たから、金銀が私にない、私にあるものをあげよう。それでイエス・キリストの名によって歩きなさいと言いました。それが私たちが味わうべきな信仰生活です。本当に神の御子になった私たちが味わうべきなことは、御言葉が聞いて、その中から祈りの課題が握られ、私が願う祈りじゃなくて神様が願う祈りをし、実際的な現場まで見える、それが信仰生活であり、信仰生活の味わいであります。で、大勢の人々が本当に見えること、世の中の基準で祈ります。大部分そうでしょう。本当の信仰生活を分からないから、御言葉の流れがどう来て、今私が握るいるのが本当に御言葉の流れであり、それで祈られると神様が願うのが何かが見え、それができなくと、世の中のこと、私がうまくできること、それを握っています。本当に私たち確認しなければならないんです。御言葉の流れに私が立っているか、それができると正しい信仰生活ができます。私の人生が御言葉の流れにあるべきです。そうじゃなければ、いろんなことに会う時こそ譲れます。神様の誠の恵みを逃してしまいます。それで花教会は契約の御言葉の流れにある、今日の賛美台の賛美の通り、私いつも聞いている御言葉、それを聞かせてください。それで私が伝えた福音、私がいつもやった話、それを聞くのがパウルの話でした。イエスがキリストであること、それをいつも言いました。働きの歴史の中にどうなっているか、それがイエス・キリストに対したこと、それが皆様に安全だ。いつも私たちが聞いた福音、
その中に私たちが立っているのを確認すること、本当に感謝できる皆様。2番目、神様の御言葉を私たちの生活に刻印しなさい。どう神様の御言葉を私たちの人生に整理し刻印するでしょうか。その御言葉の流れに私が入っているのを確認して、私の生活にその御言葉が整理されていなければならないんです。じゃなかったら私たちは御言葉で癒されるその答えを味わえないんです。すでに私の中に刻印されているのがあります。それは私に本当に御言葉が聖霊できるとき、それが一つずつ癒されます。考えてみましょう。私の心と考えから私たちは行動します。私たちの生活は神様と御言葉より他のことで刻印されているから、私たちの魂は病気になって、重要な瞬間祈るべきなんですけど、その時不信仰し心配し怖がれます。それは本当に魂が本当に病になっていることです。だったら神様の御言葉で私たちの魂が癒される答えを受けなければならないの。私たちの魂が癒される祝福、何もまずは魂に刻印され、だったら神様の御言葉で私たちの魂が癒されるとき、まず私たちの中にあるそれが癒されなかったら、だったら神様の御言葉が私たちの生活から現されるでしょう。モセがイスラエルの民を出エジプトして郊外の前に立ったんです。その時モセがイスラエルの民の前で信仰を告白します。あなたは黙って神様の救いを見なさい。出エジプト14章13節のこと、神様の御言葉が恐れてはいけない、しっかり立て、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。しっかり立て、今日見るエジプト人を もはや永久に見ることはできない。主があなた方のためにたたわれる、しっかり立てと。あなた方は黙っていなければならない。でも郊外の前に立ったイスラエルの民は本当に恐れました。不平を言いました。恨みました。自動車を、それは神様を恨んだことでしょう。私たちはエジプトに行った時がもっと良かった。なぜ私たちを呼ばれてここで殺しするのか。エジプトの時本当にもっと過ごしやすかった。それはイスラエルの民の心に刻印されてあったことです。でもモセはそうじゃなかったでしょう。モセによってモセの話の通り郊外を渡って神様の働きを見たんです。私たちの中に何かが刻印されているか、それが決定的な時出ます。
ノーローチチューと、あの、私たちのポケットの中のハサミはちゃんと出ますということでしょう。私の中に何かがあるか、それが本当に神様の御言は力あり、それで大勢の人々が聖書を読みます、もういい本で、本当に倫理の本で、古典で読みます。でもそれじゃなく、聖書は、神様の御言葉は命です、力です。それでヘブライ書6章、神様の御言葉は生きていて力で、命を与えるのは未来ですと。それで本当にそこから人時代を生かすリーダーが出られます。花サミットスクールのために祈ってください。福音で本当に育てたいと思ってサミットスクールに子どもを送って、教育させていたんですけど、スミススクールに話をちょっと金智勇牧師さんがやりましたけど、スミススクールの子どもが一人、あのスイミングプールに行ったんですけど、その子がする行動を、スミットスクールをよくちゃんと見て、070の番号でスミットスクールに電話して、どうしたらスミットスクールに送りたい、自分の子供が 小学校2年生なんですけど、初めから そこをやめてサミットスクールに送りたい。それで教会の人でしょかと尋ねたら、教会に通っていないんですけど、どうしてもサミットスクールに送りたいと。あの隣のサミットスクールの子供を見たら、なんとなく違う、その子の行動が違うと。それで電話したんです。イエスを信じて教会の生活をしなければならないと言ったら、自分も福音生活をしたいと。それで、小さい時から、幼い時から福音が確認されるのはちゃんと違います。私たちの子どもたちが教会の岩に遊んでいるんですけど、私は本当にその子たちが大事です。すべてを見るのが違います。サミットスクールに塾の先生を頼んでしている塾教がありますけど、その先生がサミットのスクールの中の何かあって、もし講義を盗んだら、自分からこの子たちはなんとなく違う、それでその人たちは信仰がないから、本当にいい子のように見ているんですけど、それはいい、ただのいい子じゃなく、御言葉を持っているから、御言葉を全てを変える力です。その御言葉が私たちの中に確認されるというのは、ヨハネ6章63節、
命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私はあなた方に話した言葉は魂、霊であり、また命です。霊であり、また命です。神様の御言葉は命であり、癒す魂になるということです。それで私たちは他のことより、その前に私たちの本当の私たちを癒される御言葉が確認されなければならないんです。神様がその子をどう使うか私たちは分からないんです。幼い時から御言葉が確認された子どもたちは本当に世界を生かす子どもになるんです。私たちの後代は本当にどうしたら御言葉が私たちに確認されるでしょうか。いろんな方法がありますけど、まず御言葉の黙想です。御言葉の黙想が何でしょうか。静かな時間に御言葉を持って祈りの中に入ることです。これが私たちを癒されます。御言葉を黙想するとき、詩篇一編一節から六節に、幸いなことよ、悪者はどんなことであるかを言っております。一編二節に見たら、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。神の教えを喜ぶ人、昼も夜もその教えを口ずさむ。神様の御言葉はただ読んで過ぎると時間に経ったら消えてしまいます。でもその御言葉を深く黙想し祈るとき、それが私たちの脳に刻まれます。それで私の魂までつながります。本当に深く黙想するとそれが覚え、それで祈りができます。それで私たちのすべてを癒し始めます。それで聖書で教会者で残った者たちはいつも御言葉で祈りました。黙想の秘密はそうです。世の中は瞑想運動で全てを導いています。今リーダーたちがなぜ瞑想運動に落ちているでしょうか。とっても難しいから、瞑想で回復する時間をちょっとだけの給食の時間でも持つようにしています。で、私たちは本当に深い黙想時間を持って、皆様の現場の生活で深い祈りができるように、本当に黙想運動の奥義が回復されるように、だったらそれが隣の次世代に伝えられるでしょうか。どう黙想運動でしたね。どうまたその神様の御言葉が私に確認されるでしょうか。それ覚えてまた書くことです。毎朝私が出勤する前にするとき、その時見たらレストエアリアに人々が何名かそこに座って書いているんです。どんな姿でもいいんです。どんな方法でも自分がいる場所で御言葉を握って、
それで私たちの人々の生徒の間には朝の祈りを終わって運動しながら聖書の御言葉を覚えて、それをするとき、それが私たちの脳にそれに落ちて、詩篇高章三節にダビデは朝明けに祈りますと、また詩篇十七章三節に詩篇119-147を見ましょう。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私は夜明け前に起きて叫びます。私はあなたの言葉を持ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出さないようにしてください。また119-130節に御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りがを与えます。私は口を大きく開けてあえぎました。あなたの本当に黙示録19章13節、その方は地に染まった衣を着ていて、その名を神の言葉と呼ばれた。イエス・キリスト、それ御言葉についてそれを覚えて書くとき癒されるべきです。どのぐらいしたらどうでしょうか。その御言葉が歌になるぐらい、詩編の作家であったダビデはその詩編を歌でしたことでしょう。リズムがある歌で、それで御言葉を覚えて、それが本当に歌になるくらい、どのくらい御言葉が覚えるべきでしょうか。そこによって成功と失敗が出られます。私たちの生活が出ます。そこから皆様がよく知っているように、ルーターはローマ書1章16節17節を読んで、福音を恥と思いません、誰も福音の前に立たないその時、私は福音を恥と思いませんと言いながら、福音はユダヤ人とはじめキリシア人にも信じるすべての人によって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の木が啓示されていて、その木は信仰に始まり信仰に進ませるからです。ただ木は信仰によって生かされる。それをルーターが握って宗教の改革ができたんです。神の御言葉が皆様に握っていると、イエス様もそうでした。新命記に記録をしていったその御言葉を持ってサタンと叩きました。本当の武器の中に武器は御言葉です。それで今日与えられた御言葉の通り、主の御言葉が私たちを
救って助け出されます。それで御言葉を回復する時間を持ち、御言葉の力を体験する1週間になれるように望みます。今日の本文を見て、詩編107章10編19、この苦しみの時に彼らが神に向かって叫ぶと、神は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。御言葉である、あるキリスト、その御言葉が私に黙想されると、そこから癒しが出、すべての危ないところから皆様を助け出されると思います。それで私たちに答えの中の答えは、彼が御言葉を送って、御言葉を送って私たちを助けてくださいます。本当に祈ります。賛美して祈る時間を持ちます。주의말씀을나간절히사모합니다이시간주의말씀이나에게임하게하소서기도제목들보십시다말씀의흐름속에있는전도제자의御言葉の流れの中にある伝道弟子の祈りです。1番目、神様の御言葉を中心にして、私の人生生活が整理されるようにしてください。2番目、御言葉の流れの中にある証人の生活が味わえるようにしてください。3番目、私たちの霊的な戦いに力、武器になって勝利される神様の